田村智子君。日本共産党の田村智子です。本法案によって民間気象事業者が気象予報だけでなく土砂崩れや洪水についての情報を契約したものに限定して提供することが可能となります。気象庁の体制を弱めて民間に任せるということではなく、現行の体制ではカバーしきれないピンポイントの災害予測ということであり、国民の命と安全を守るという観点から反対するものではありませんが、いくつか確認をいたします。洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会では、自治体が把握していない予報が住民に広がったり、問い合わせが自治体に殺到したり、未開設の避難所へ住民が避難を始めてしまうのではなどの懸念が市区町村から示されました。住民の避難に責任を負うのは自治体ですから、これ当然の懸念です。法案では民間気象事業者が利用者に対して事前説明を行うことを義務付け、二次拡散を防止する条項がありますが、例えば民間気象事業者から情報を得た人がですね、隣近所や友人、あるいは同じ地域に住む親戚などに命や生活に関わる災害の可能性を黙っているということは考えにくいと思うんです。このことも踏まえて自治体からの懸念にどう答えますか。気象庁大林長官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、土砂崩れや洪水の予報に関しては、有識者で構成される洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会において、自治体から複数の発信元からの異なる予報が住民等に伝わることについての懸念が示されたところです。本法案ではこうした懸念を踏まえて、許可事業者に対して利用者への事前説明を義務付けるとともに、事前説明を受けてない人に予報事項が伝達されることを防止する措置を求めることとしております。さらに気象庁としては、自治体から懸念されているような防災上の混乱が生じることのないよう、特定予報業務に関するルールについて、そのルールだけでなく、その目的も含めて、分かりやすく事業者に周知をしていくほか、事業者における措置の実施状況について、定期的な立ち入り検査等を通じて把握するなど、防災に関する情報の適切な提供の確保に取り組んでまいります。田村智子君。ちょっとさらとになるんですけどね、例えばね、その契約している工場とかホテルとかね、そういう施設が災害発生の可能性があるという情報を得れば、当然従業員とかお客さんを避難させますね。そうすると、そういう避難要請を受けた人、あるいは避難しているのを見た人が間接的に情報を知って、その情報が拡散されるということは当然起こりうると思うんですけれども、このあたりはどうでしょうか。気象庁大林長官。お答え申し上げます。避難に直結する例えば洪水警報のような情報は国が責任を持って提供してまいります。また民間の許可事業者に対しては、気象庁等が発表した警報を利用者に対して伝達するよう、これは現行法でも求めているところでございます。こうした措置により、避難に関する混乱が起こらないように措置してまいりたいと思っております。田村智子君。そうしますとね、そうなんです、避難の警報とかね、そういう情報を出すのは自治体であり、気象庁であり自治体なんですよ。だけどそこでカバーしきれないところのピンポイントで洪水があるいは土砂崩れが起きる可能性がありますよってことを民間事業者が出すわけですよね。そうだな、やっぱりね、ここね、かなり懸念がやっぱ起きると思うんです。そうするとね、やっぱそういう懸念に応えるためには、民間事業者がそういう重大な土砂崩れ洪水の可能性があるという情報を出すときには、やっぱり、ね、当該自治体とか気象庁に対する情報提供というのをセットで行うということは必要ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。気象庁大林長官。お答え申し上げます。国民一般の防災活動に必要となる防災気象情報の提供は、気象庁の重要な責務でございます。他方、予報業務許可事業者から提供される洪水や土砂崩れの予報は、契約の相手方の多様なニーズに応じて個別に作成し提供されるものでありまして、気象庁が全国各地を対象に一般向けに発表する防災気象情報とは目的や役割が異なるものとなっております。このため、
本法案においては、予報業務許可事業者が洪水や土砂崩れの予報を行うにあたって、その都度、気象庁などに情報を提供することを求めることは考えておりません。いずれにしましても、気象庁としては、引き続き観測及び予報技術の向上を図ること等により、国民の防災行動に資する適時的確な防災気象情報の提供に努めてまいります。田村智子君。これはね、私ちょっと疑問が残るんです。今後そのルール決めるときに本当に混乱が起きないためにはどうするかということは考えるべきだというふうに思うんですね。でもう一つね、これが情報格差になって安全確保に格差が生じるということになってもいけないと思うんですよ。お金を出して契約をした人にだけ土砂崩れがあるよ、洪水の可能性があるよという情報が行くと、そうではない経済的弱者が取り残されるというようなことがあってはならないと思いますが、その点はいかがでしょうか。気象庁大林長官。お答え申し上げます。繰り返しとなりますが、国民の防災活動に必要となる防災気象情報の提供は今後とも変わらず気象庁の重要な責務でございます。提供する情報の高度化を継続的に進めながら、広く国民に向けてしっかりと防災気象情報を提供してまいります。一方、例えば工場における資材の避難の準備というような、いわゆる企業 BCP 対応などの観点から、気象庁が提供している情報よりもさらにきめ細かい情報へのニーズが高まっております。本法案により、気象庁が一般向けに提供する防災気象情報に加え、予報業務許可事業者によるきめ細かな予報が提供されるようになり、こうした個別的で多様なニーズに応えることも可能となってくると期待しております。いずれにしましても、国民の生命に関わる防災気象情報については、気象庁が関係機関と連携し、責任を持って広く国民に向けてしっかりと提供し続けてまいります。田村智子君。今のご説明でなるほどと思ったんですが、人間の避難だけじゃなくて、時間のかかる資材等々をもっと早めに動かさなきゃいけない等のニーズもあるのでというようなことだというのは、今のご答弁で理解はしたんですけれども、やはりそうなりますとね、やはり気象庁の体制でしっかりとその漏れなく人の命が守れるような観測と予報と、そして災害に対する対応ですね、これが行わなければならないんだというふうに改めて確認をしたいというふうに思うんですね。そうすると、その体制が本当に構築されているかどうかというふうになると思います。資料をお配りしました、気象庁の定員の推移です。1977年時と比べると、1564人という大幅な定員削減になっています。速攻所の廃止、空港出張所の民間委託、業務集約による地方気象台の体制縮小などが行われてきたためです。で、ある地方気象台、2016年31人体制から19年に27人へと縮小をされたとお聞きしました。防災業務を担う人員は3人増員になったが、観測予報業務を担う予報官や技術専門官等が7人の削減と。で、2022年に防災業務の担当が4人増員になって31人体制に戻ったけれども、観測予報業務の増員はないままなんですね。そうするとどういうことになるかといいますと、365日24時間の予報業務と目視観測を行ってきたものが、観測業務は自動化される、で、予報業務は中枢官所に集約される、夜勤が廃止され、24時間体制で実施してきた地方気象台による自治体等への開設業務、これは原則日中のみというようになる。特に夜勤がなくなったので、平時は連絡要員として宿直が1人いるだけとなって、夜中に突発的な災害が発生した場合、対応が遅れるのではないかという懸念の声が現場から上がってきています。こうした実態、大臣はどのように認識されるでしょうか。斉藤国土交通大臣。気象庁では、近年相次いでいる自然災害を踏まえ、地方気象台が市町村等と一体となり、地域の防災に一層貢献するための体制移行を、令和元年度から進めてきたところでございます。お示しの資料でもこの令和になってちょっとですが、持ち直しております。具体的には、平時からの市町村等に対する地域防災支援や、管区気象台等と地方気象台が連携した予報業務実施の体制を強化してきたところです。委員ご指摘のような現場の声があることは承知しておりますが、宿直体制に関しては、事前に災害が予想される場合等においては、あらかじめ人員を増強した体制を敷くほか、
応援者が迅速に参集可能な体制、まあ、地震などの場合は前もってというかにいけませんので、しかし迅速に参集可能な体制としており、防災対応においてこれまでに特段の問題は生じていないと聞いております。引き続き地方気象台における適切な防災対応について体制の確保に努め、地域防災力の向上に一層貢献してまいりたいと思っております。田村智子君、大きな問題が起きないように体制を取らなきゃいけないわけで、今日のこの気候変動による異常気象があちこちで起こることを見ても、果たしてここまで減らされた体制がそのままでいいのかということは、問題提起せざるを得ません。で、地域気象台の観測業務の自動化、ここに伴って定時の目視観測が廃止をされたんです。で、目視観測では例えば雨について時雨、豪雨、霧雨、中雨などですね、細かく分類して記録していたものが自動になってからは時間ごとの雨量のみになったといいます。で、降ってくるのが氷である場合、その粒の大きさに応じて氷、氷あられ、雪あられというような分類もある。雲も種類や量など目視でなければ記録できないわけです。で、現在自動観測の分類の項目は晴れ、曇り、雨、雪、みぞれ、霧、もや、煙霧、雷、この9種類のみになっているっていうんですね。もちろん機器の開発はさらに進むとは思います。しかし現状きめ細かい予報が自動化によって後退しているというふうに言わざるを得ません。気象の記録の積み重ねは予報の精度を上げ、災害予測にもつながります。気候変動を考えても目視による細かな観測の記録は予報業務だけでなく研究の上でもより重要になっているというふうに思います。地方気象台の目視観測を復活させて観測業務を担う人員、これ増やしていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。気象庁大林長官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、気象業務において予測の元となる観測は極めて重要であり、気象庁では観測の強化に継続的に取り組んできており、予報精度の向上につながってきております。一方、地方気象台で実施していた目視による観測については、近年の気象レーダー、衛星観測等の技術の進展により現在は自動観測で実施しています。また地方気象台が予報等を発表する際には引き続き干渉周辺の現象を必要に応じて目視で確認しつつ、さまざまな観測データや予測資料をもとに判断を行っており、目視観測の自動化による予報精度等への影響はありません。気象庁では引き続き観測業務に必要な体制を確保するとともに、最新の技術を導入し観測の強化および予報精度の向上に取り組んでまいります。田村智子君。はい、やっぱりね、予報、警報、こういうのを行うにあたっては、現象の進行に応じた観測、これは強化するべきだし、現況との比較検証といった作業が必要になってくるわけですよね。だから今、その防災の方で人を増やすけれど、観測の方で人を減らすってのはちょっと違うと思うんですよ。観測と予報、警報っていうのは一体的に運用されるべきで、技術水準の維持向上、次世代の人材育成にもつながっていくというふうに思います。先ほどお指摘になった気象予報士の森田正光さん、目視観測は判断力や表現力を養う文化である、引き継ぐ義務があるというふうに話されております。技術が進歩し自動化をしても、それを取り扱うのは人であり、その情報によって判断をするのも人です。このまま人の削減を続けるということは、自然災害が激甚化する中、気象庁の役割や責任、これ果たせなくなる可能性もあると思うんです。観測業務含めた増員必要だと思います。大臣いかがでしょうか。斉藤国土交通大臣。はい、近年自然災害が激甚化、頻発化する中で、災害時には自治体に対して迅速にジェット気象庁防災対応支援チームを派遣することが求められるなど、地方気象台等の役割や地域防災力向上への期待はますます大きくなっております。また先ほどのような観測についても同様です。また線状降水帯による豪雨災害が頻発し、線状降水帯の予測精度向上や情報の改善が喫緊の課題となっております。こういう状況を踏まえまして、気象庁におきましても防災対策の強化や技術開発に必要な体制強化に取り組んでおり、それらに必要な人員を確保しております。引き続き
地域防災支援などの喫緊の課題に対応し、国民の命と暮らしを守るため必要な体制の確保に取り組んでまいりたいと決意しております。田村智子君、配った資料の、ね、赤いところが増員なんですけれども、2016年は御嶽山の噴火を受けて増員、22年は線状降水帯による災害多発を受けての増員、やっぱね、必要があれば増やせるんですよ。だからその必要性をよく見て、ぜひ定員の大幅なやっぱり増員に向かうことを求めて質問を終わります。